ハードディスクスキャンダルが続く中、アメリカ民主党大統領候補のバイデン家と中国共産党との関係がますます注目を集めています。バイデン家と中国共産党との最初の取引には謎の蛮行集団が関与していたことがわかりました。2012年2月17日、アメリカのバイデン副大統領はカリフォルニア州で習近平副主席と会談しました。 台風調査講師、台風インベスティゲーションズのレポートによると、同年2月9日、ハンター・バイデンのセネカグローバル・アドバイザリーは、コンサルタントとして、アメリカのエネルギー技術会社、グレートポイントを代表して、蛮行集団と4.2億ドルの株式投資と12.5億ドルのプロジェクト投資について面談しました。これは当時、外国のベンチャー投資資金がアメリカに進出した最大の投資でした。 習近平など、米中両国政府高官は、プロジェクトの調印式に出席しました。この取引では、蛮行集団が示した潤沢な資金が、人々の注目を集めていました。蛮行集団は、中国の広州にあり、中国当局と密接な関係を長く持つ総合企業です。2013年と2014年に、蛮行集団は、アメリカ最大規模。 技術最先進のリチウム電池メーカー A123 を買収し A123 の電池サプライヤーであるフィエスタモーターズが破産して競売にかけられた際に同社を買収しましたこの2社の共通点はアメリカ政府からの融資を受けたこととバイデン家との間に何らかのつながりがあったことですフィエスタモーターズ社の破産文書によるとハンター・バイデンは その再建者の一人として挙げられています。蛮行集団は A123 社の買収で中国軍が使用する可能性のある機密技術を獲得しフィエスタモーターズ買収で一つのゼネラルモーターズ工場を手に入れました。台風調査講師のレポートによるとバイデン家は習近平と直接接触しているだけでなく中国共産党の外交委員会など複数の公的機関を通して 複数の企業と協力して利益を得るために複雑なネットワークにも関与していることが明らかになりました。石膏省の実業家である露管球はこのネットワークの中心にいて非常に重要な役割を果たしました。公的記録によると露管球は蛮行集団の創始者であり会長でした。彼は中国共産党の党員で同グループの中国共産党委員会の初期、 中国共産党の第13回と第14回全国代表大会の代表、及び第9回全国人民代表大会の代表でもあります。カン級は2017年10月25日に亡くなりました。台風調査講師のレポートによると、カン級は2000年に当時浙江省中国共産党委員会初期だった習近平氏の知人であり、 何度か訪米に同行していたと言います。牢は、本校の冒頭で述べた、習近平の訪米に同行した起業家の一人です。2011年1月、露館級は、オバマ大統領と会談し、オバマの名優で、元シカゴ市長のリチャード・デイリーを雇い、蛮行集団の役職に就かせました。ハンター・バイデンは、リチャードの兄の、ウィリアム・デイリー商務長官の配下で務めていました。 また、デイリーは、オバマ大統領の首席補佐官も務めました。台風調査講師のレポートによると、バンコーアメリカは、1993年に設立されたバンコー集団が100、100%出資する海外企業で、アメリカの現地企業を10社買収し、全米で28工場を持ち、従業員は5600人を超えます。路環級のバンコー集団は、 最も長期にわたり、最も深く、広い範囲で、アメリカに浸透している、中国共産党の企業であることを示しています。番稿集団は、出資してデラウェア州の学生に、中国語を勉強させるなど、中国共産党の対外潜入にも、積極的に関わっています。また、中国共産党の北朝鮮への投資を支援し、北朝鮮に大規模な、銅鉱山を持っており、 北朝鮮から貨物を輸入して共産党政権を支えています。にもかかわらず、蛮行集団はこれまでアメリカの制裁を免れてきました。